疲れ様です。5月、今日は21。まだ5月なんですけど、いるよね。いますね。いるいるいる。なんかすごい音楽になっちゃってるの。なん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 でも、去年とちょっとなんか違ってるんだよ。あっち映ってるかな。なんかちょっと工事入っちゃってるんだよね。うん。ちょっと不安なんですけど、いや、でも奥の方はいないと思うんで、ちょっと行ってみようか。はい、うん、ちょっと行ってみようと思います。はい、今日は中村さんいるんで、はい、クレイジーです。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。カブトを取るぞ、カブトを取るぞ、カブトを取るぞ。お願いします。やりきれ、お送りし直しますよ。これは新規だと思う。ちょっとこれ撮ってる、撮ってる。あ、すぐ反射する、それ。反射する。じゃあ一回止めていいよ。いや、今あっち行くじゃないですか。いじゃあ、で、あのヒドロたちあっち行ってるじゃないですか。じゃあ俺ちょっとこっち行ってきますね。どうぞ。さよなら。森に帰ります。森に帰ってった。てか、マジでいないんだけど、まずくね。お願いします。Okay. はぁ、行くぞ。全然ダメだ、これダメだ。意外とこのキックが効くんですよ。このキックだってさ、いるならやるけど、いないでしょ。ちょっとこのキック、落ちてこない。ない。次行きましょう。もう一個だけ、もうちょっとだけ。カブトムシおいで。あ、カブトムシないんだ。クワガタおいで。そうだね。なんかテカテカしてるのを探せる。そうね、黒くて光ってる。でもさっき見つけたと思ったらスズメバチだったんで。それはそれで怖いね。そうなんですよ。いやー、参ったな。参ったな。意外。こっちも杉の方に入っちゃったから。杉ゾーン。うん。ビュッとビュッと。照らせます。うん？あれよ。ただのくぼみだった。くぼみか。なんかバサッとったね。ん？聞こえなかった。まあ虫だろう。この辺すげえふかふかしてる、なんかあれが。ただのあれですよ、羽生えた土の子って。もう1億円ぐらいになるんじゃないの？こっちの方がいいんじゃないか。ダメっすよ。睨まれた瞬間、あの、真昼にやるっけ。体動かなくなっちゃう。いや、俺、クワガタと一緒に解明したかったのになぁ。出るって、俺がクワガタなんで。もう、それしかない。捕まえたっつって。あ、ゴリラでっぽくしますというか、草むらの間からずっと立ってみとく。こういう木にいるんだけど、いないなって言いながら、俺がちょっと奥から、草むらから、わぁ、クモ持つ。あ、クモ持つやった。顔面に。あ、ここに戻ってきちゃったか。あれっすよ、ここで釣りながら、こういう木にいるんだよねって、俺あっち側からずっと真っ直ぐ見てる。じゃあ、開封するんで、こんちゃん。そうです。今日は全く取れませんでした。はい、この間、コクワがいたじゃん。コクワめっちゃ別の公園でね、はい、いたよね。だからそろそろいると思ったんですけど、ちょっと気配が。気配ないですね。蜜出てた？蜜出てました。すごい匂いもした。いい匂いもした。何箇所かあったんその蜜して。あ、そう、うん。こっちは蜜出てるけど、そんな匂うほどではない感じで。あれでほら、気温じゃん、やっぱ。あ、そうです、ね。気温でちょっとじわっとくるやつだから、はい、まあもう来週、再来週ぐらいに。ですね。うん、ちょっと早かった。ちょっと暖かくなってもらって。そうだね、そうだね。いやー、残念でしたけど。まあ一発目は坊主ってことで。坊主ってことで。うん。また行きます。はい、一緒に行きたい人、ぜひ、連絡ください。はい、また行きます。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。ダメでした。